皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、減量しているとどうしてもですね、体重の落ちが止まってしまう時って来ると思うんですね。そうやって体重が落ちないな、変化が見られないなっていう時にどうやっていけばいいのかっていうお話をですね、していけたらなと思います。体重の落ちが止まってしまった時に、まず原因として考えられること、まず一つは自分の消費するカロリーと今食べているカロリーとが釣り合っているんで、体脂肪が減りも増えもしない状態になっているっていうこと。もう一つ考えなければいけないのは体の水分量なんですね。人間の体って水分量でかなり数字の面で左右されます。人間の体ってね、 60% 以上こう水でできてるなんて言ったりしますけども、かなりの水分を人間の体って含んでますので、体の水分量によって、人にもよるんですけど、1キロぐらいは平気で増えたり減ったりするものなんですね。食べた以上にしっかり消費できている状態であるにもかかわらず、何らかの原因で体の水分量が増えてしまって体重が1キロ増えてしまうなんていうこともすごいよくあることなんですね。なので順調に体脂肪が落ちていても体重が変わっていなかったりですとか、女性の場合ね、ホルモンバランスによってむくみやすい時期が来ている時なんかは逆に体重が増えてしまったりとか、そういうことが起こります。なのでまず考えていただきたいのは、体重の落ちが止まった時にその停滞しているのが体脂肪の落ちが止まっているのか、ただ単に水分量で体重の数値がそうなっているのか、どっちなのかっていうのをしっかり見極めていただきたいということですね。それを判断するために何をやっていけばいいのかということなんですけども、まず1つ目は体のサイズを普段から測っておくということですね。体重の数値はね、体の水分量によって1キロとか多い時は2キロぐらい増えたりすることもあるんですね。逆に体重がね、水分が抜けて落ちるっていうこともあるんですけども、水分量によって体重の数値っていうのは毎日こう上下するものなんですけども、基本的にウエストとかもも周りなんかは体脂肪の量と筋肉量に左右されるものなので、体の水分で体重が増えた時でも基本的にウエストの数値とか太ももの数値、体のサイズというところは変わらないんですね。なので体重がこうポーンって増えてしまった時とか、3日ぐらいね体重が変わらないっていう時なんかは、おへそ周りとか太もも周りなんかをこうメジャーで測っていただいて、前と比べてどうなっているのかっていうところを見ていただくのをおすすめしています。体重が増えていてもウエストが変わっていなければ体脂肪は増えてないと思っていただいて大丈夫ですので、それは安心をしてください。普段からですね、体脂肪率なんかの記録を取っている方いらっしゃると思うんですけども、体のサイズも必ずですね、定期的に測るようにしておいてください。週に1回、2週間に1回ぐらいのペースで定期的に測っていくことで、体重の落ちが止まった時とか、体重がなんかよくわからないけどポンと増えてしまったなんていう時に、それが本当に体脂肪によるものなのかどうなのかっていうのを判断するすごいいい指標になってくれるので、体のサイズと合わせて体重の変化を見ておくことで、体重が増えてしまった、停滞してしまった時に体脂肪の落ちがどうなっているのかっていうのを判断するようにしてみてください。これでですね、本当にこう体脂肪が落ちてなかった、摂取カロリーと消費カロリーが釣り合ってる状態だったってなった場合に、次は何をしていけばいいかというと、基本的には摂取カロリーをちょっと落としていきます。具体的にどれぐらい落とせばいいのってなると思うんですけども、だいたいですね、今取っていただいている摂取カロリーの 10% を目安にカロリーを落としていただければなと思います。例えば今2500キロカロリー取っていただいている人は250キロカロリー、2000キロカロリー取っていただいている人は200キロカロリー減らしていただくっていうような形ですね。200キロカロリーだとですね、ささみ2本分ぐらいなんで、そんなに大した数値じゃないように思えるかもしれないんですけども、意外とですね、それぐらいの小さな変化でも体は反応してくれたりするので、特にこう2週間ぐらいねずっと停滞してた時なんかは、それぐらいの小さな変化でも十分こう体の反応を促すのには十分な数値になってますので、逆にそこで落ちないからって言ってポーンともう500キロカロリーとか1000キロカロリーとか思いっきりカロリーを落としてしまうと、逆にね体がびっくりしてしまってこうエネルギーを節約して体脂肪を燃やさないようにしようっていう風に体がなってしまう。て余計に体重が落ちにくくなる、体脂肪が落ちにくくなる恐れがあるので、カロリーは落としていくのは落としていくんですけども、様子を見ながらちょっとずつちょっとずつ落としていくというイメージで考えてみてください。カロリーを落とす時は目安として今取っているカロリーの 10% ぐらいの数値を落としてみて様子を見ていただくというところをおすすめします。停滞期に入った時によく聞くのはですね、チートデーですね。トレーニングされている方なんかはね、一度は聞いたことあるかなと思うんですけども、一気にカロリーを入れることで体の代謝を上げてエネルギーを消費しやすくするようにするなんて言ったりするんですけども、個人的にはですねおすすめはしません。なぜかというと、減量ってやっぱりマラソンみたいなもので長いことこう継続するということが一番大事な要素になってくるんですね。ということを考えると、落ちが止まったからっていってドカ食いするような習慣が身についてしまうと後々マイナスになってくるんですね。だいたいですね、こう落ちが止まってきたからチートデーにします、思い切り食べて代謝上げてみますってやってる人って絶対心のどこかでですね、減量しんどいから食べたいなっていう気持ちがあるものなんですね。まあコーチとかをねつけてね、そのコーチの指示に従ってやるんであればまだいいんですが、自分でそういうところを判断してやるってなるとですね、どうしてもチートデイに入る時っていうのはこう自分がもう減量でしんどくてストレスがたまるから食べてしまいたいっていう気持ちが絶対どこかにあるんですよ。その気持ちに負けてやっぱりドカーッと食べてしまうっていう経験をしてしまうと、やっぱりまたね止まってしまって体重が変わらないでストレスになる、でまた食べたくなる、で食べてしまうみたいな悪循環に陥ってしまうんですね。それが歯止めが効かなくなるとだんだんですね、ドカ食いするまでのサイクルが短くなってきてしまうんですよ。それまでは本当にちゃんと停滞したら食べるって決めてたのが、2週間に1回ぐらいなら食べてもいいかなになり、1週間に1回ぐらいならいいかなになり、気がついたらもう減量してたのかどうかわからなくなってしまったぐらいの感じになってしまうっていうケースも結構見てきたので、チートデイはかなりですね高等テクニックなので、あんまりですね初心者の方が自己流で手を出すのはおすすめをしません。私自身の減量でもチートデイは少なければ少ない方がいいと思ってやってます。なるべくチートデイは入れないようにしっかり決めた食事を守って毎日続けていくっていうのを意識して減量した時の方がいい成果が出せるものなので、食べて代謝を上げるっていうことは考えずに、まずはですね様子を見ながらちょっとずつカロリーを落としていって、無理のない範囲でカロリーを落とすことで体脂肪を落としていくっていうことを考えていただければなと思います。では今回はですね、減量中ですね体重が停滞してしまった時にどうしていけばいいかというところをですね解説をさせていただきました。また何かですね減量についてでもいいですし、トレーニングについてですねご質問等ありましたらコメントの方に遠慮なく書き込んでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。